で私は今年の夏にですねコロナに感染いたしまして、娘が最初にコロナになり、妻が息子が最後に私がコロナになったんですけれども、娘がコロナで高熱にうなされている時にですね、信じる者にはこのような印が伴う、病人に手を置けば癒される、その言葉を持って娘の頭に手を置いてですね、お祈りした。すると、すぐに熱が下がったんですね。妻の頭にも手を置いて妻の熱も下がったんですね。で息子にも同じようにして熱が下がった。3人がコロナが良くなって、最後に私がコロナに感染したんですけれども、娘も妻も息子も信じてお祈りして熱が下がって回復した。私もですね、信じて自分の頭に手を置いてですねお祈りしたら、翌朝熱が下がったんですね。で家族に、神様がやはり癒してくださったぞって言ってですね、言って床を取り上げて、回復したと思ったら、その日の晩にまた熱がこうすごく、もう39度ぐらいまた熱が上がってきまして、でまた主イエス様、病人に手を置けば癒されるとおっしゃってくださってます。で翌朝熱が下がったんですね。晩にですまた熱が上がってきて、実は何日も何日もそれを繰り返して、結局ですね、あまりに熱が下がるのおかしいと大きな病院に行きましたら、肺炎になってましてですね、最近のコロナは肺炎にならないという話だったのに肺炎だというようなことで、肺炎の治療をして、癒されたんですけど、約1ヶ月ですね、床に伏せておりました。その間、イエス様、イエス様、私を助けてくださいですね、お祈りをいたしました。ですぐに癒されるというふうなことでは私はなかったんですけれども、その1ヶ月間ですね、もうとても平安でした。こんなに神様の名を呼ぶっていうふうなこと、自分が日常生活でいろんな忙しさの中で主の名を呼ぶっていうふうなことが本当に足りないものであった。でもこの約1ヶ月の間、もう何も自分ができなくなって、どこに伏せて聖書の御言葉を思い起こし、イエス様のことを思い起こし、その聖書の物語をこう思い起こしていく中で、こんなに神様と親しい時間を過ごすことができたというのは、もう本当に初めてのような経験でした。今回この自分自身も病気を経験しながら、もしかしたら自分の最後はこんな平安な時なのかもしれない。健康な時よりもむしろ死の瀬戸際に立った時、神様の憐れみと守りがどんなに力強いのかということを経験するのに違いない。もうとても嬉しい、楽しい、そのような、コロナの期間中熱にうなされて楽しかったというのも変ですけれども、イエスの名を呼ぶ者はどんなに大きな祝福の中にいるのかということを経験させていただきました。私たちの最後、自分自身も最後でしょう、ここにおられる皆さんにも最後が来ますけれども、その時にあなたは誰の名を呼ぶでしょうか。主の名を呼ぶ者は皆救われる。